バージニア級原子力潜水艦は、アメリカ海軍が現在調達中の攻撃型原子力潜水艦。冷戦末期アメリカ海軍は、主力攻撃型原線である、ロサンゼルス級の後継として、シーウルフ級を開発した。シーウルフ級は、ソ連海軍のアクラ型などに対抗すべく、攻撃能力、静粛性、速力、先行進度などすべての面において、 当時最高レベルの性能を持った潜水艦として開発されたが、その反面高価なものとなってしまった。さらに、冷戦の終結による予算縮小もあり、建造は同系艦、純同系艦合わせて三隻で打ち切られた。シーウルフ級は当初から高価であるため量産は不可能と考えられ、シーウルフ級より性能を 若干落とし価格を下げた安価な潜水艦でロサンゼルス級を代替することが計画された。計画名はセンチュリオンと名付けられ、これがバージニア級の原点となる。センチュリオンは冷戦時にはそれほど注目されていなかったが、冷戦終結に伴う予算縮小が現実化するにつれ注目されることとなり、1992年には計画名が NSSN へ変更され、 本格的な開発が開始された。NSSN は、静粛性は、シーウルフ級なみながら、ロサンゼルス級より一回り小さい船体で、速力をはじめとした能力も若干低下させた、潜水艦が予定されていた。だが、後に、沿岸戦海域からの陸上攻撃能力を重視したアメリカ海軍の新戦略である。 フロムザシーに基づく陸上攻撃能力の向上を養ーる部隊輸送能力の付与などにより最終的には静粛性はシーウルフ級並みその他の面はロサンゼルス級以上シーウルフ級以下の性能を持つ潜水艦となったこれにより価格は高騰してしまい調達性が低下してしまった冷戦終結後に登場したバージニア級には かつてほどの潤沢な予算を振り向けるわけにはいかなくなった。そこでコスト削減に意が用いられることになった。その例の一つが民生品転用で純粋に軍用に開発されたのではない、一般に使用されている商用民製品を導入するというものである。民生品の中でもコンピューターのような電気製品では軍用品に比べ安価で能力も良いが、 信頼性や耐久性には欠けるため、兵器の一部として使用する場合は、公開を容易にするなどの保守のための配慮が欠かせなく、なる。2017年9月には、バージニア級のコスト削減案の一つとして、後述の電子工学式潜望鏡の操作に、マイクロソフト社製の民税用テレビゲーム機である、XBOX360 のコントローラーを、 採用する計画があることが報じられた。現在の潜望鏡制御システムのコストは約3.8万 US ドルであるが、XBOX のコントローラーを採用することにより、コストが約1000分の1の30から40ドルになり、また大柄で扱いにくいという声がある。現在の制御システムに比べて直感的に操作できることで、訓練期間の短縮も可能であるとされる。 この制御システムは早ければ SSN-788 から導入される予定と伝えられている。バージニア級では船体をパーツの交換が容易なモジュール構造とすることで民生品の信頼性の低さを補っている。また、バージニア級は長期にわたっての建造が予定されており、その途中での装備変更も計画されているが、上記のように モジュール構造を用いることで能力向上も比較的簡単に行うことができるとされている。光ケーブルを使用した艦内欄にはオープンアーキテクチャを採用している。また原子炉の核燃料棒の寿命は艦の寿命と等しいものを採用した。今までの原子力潜水艦では おおむね十年ほどで核燃料棒の交換をしなければならず、その都度艦隊を切断しての大掛かりな工事が必要であった。この交換工事はコストだけでなく長期間に及ぶため戦力不在を埋めるための大艦を確保しなければならず、これらがコスト上昇の大きな要因となっていた。バージニア級も定期的に ドック入りを伴う整備が不可欠であることに変わりはないが、特にコストの大きい各燃料防抗間工事の必要を事実上なくしたことによりコスト節減が期待されている。組み立て作業中の USS、バージニア戦隊内部は、前から順にソナー、トマホーク用垂直発射管、発令所、居住区、原子力核、 機械室とロサンゼルス級降機型と基本的には変わっていない。船体をモジュラー構造とし、各区画ごとに独立した機能を組み込んだことで、船体が長くなった。主要な鋼材に HY80 高張力鋼を使用し、シーウル普及の HY100 より安価としたが、最大先行深度も610メートルから488メートルに落ちているとされる。セールは、 ロサンゼルス級後期型やシーウルフ級と同じように潜望鏡や耐水上レーダー、シュノーケルなどが装備されており、基部は整流用に成形されている。氷海での行動も考慮して、センダはセールではなく、船体全部に装備されている。潜望鏡は非線閣貫通型と呼ばれる新しい仕組みが採用されている。 従来の光学的な潜望鏡と異なり、尖閣に穴を開けて、潜望鏡を設置する必要がなくなるため、耐圧尖閣の開口部を減らし、強度を増すことができる。スクリュープロペラは静粛性に効果のあるシュラウドリングを取り付けており、プロペラ形状も変わったとも言われるが、形状が確認できる確かな情報源はない。 シーウルフ級と比べて39ノットから34ノットに最大水中速力が落ちているとされる。船体はアクティブソナー対策としてソナー部分など一部を除き吸音タイルで覆われているが、これはロサンゼルス級以来行われているのと同様である。バージニア級の兵装は 533mm、魚雷発射管4門に、 トマホーク用 VLS-12 機で、ロサンゼルス急行機型と同様である。デコイ発射塔は、再装填不可の14機と再装填可能な1機の、合計15機がある。魚雷発射管室内の制御装置バージニア級は、開発当初からシールズの活動を想定して、設計された、最初の艦である。魚雷室の搭載魚雷を減らすことで、 空いた空間にシールズ潜水隊員用の居住コンパートメントを設置して最大40人程度のシールズ隊員を輸送することができる。船体上部にはアクアラングを装備した最大9名のシールズが水中で同時に出入りすることができるエアロックチャンバーも備えている。セール前方側面には艦外収納庫があり特殊部隊用の装備を格納できる。 シールズ輸送用の小型潜水艇アズズの開発は中止されている。2021年現在、バージニア級は調達中である。しばらくの間は、年1隻ずつ、その後年2隻ずつ調達し、最終的に30隻程度が導入される予定である。ありがとうございます。